テウスことエドゥアルド・テウス・ロペス・ナバーロは、スペイン領東、インドマニラ出身のサッカー選手、サッカー指導者、ジャーナリスト、スペイン系フィリピン人である。選手時代のポジションはゴールキーパー。レアル・マドリードでプレーし、現役引退後には、スポーツジャーナリストとなり、フランコ体制下のスペインの1941年から1942年に、スペイン代表監督を務めた。 政治思想的には、フランコ政権と神話性の強い極右である。テウスが生まれた、スペイン領東インドテウスは1896年11月7日に、スペイン領東インドの成長所在地であるマニラに、生まれた。なお、前日の1896年11月6日には、パウリノ・アルカンタラが生まれている。イングランドに短期間留学した後、十七歳だった九百十三年に、 スペインの強豪サッカークラブであるマドリード FC に加入し、1918年まで所属した。当初はミッドフィールダーやフォワードとしてプレーすることもあったが、結局はゴールキーパーに落ち着いた。勇敢かつ積極的なキーパーであり、大胆にゴールを離れて相手のチャンスの目を摘むことを好んだ。1916年にはトップチームに上り詰め、 それから計3シーズントップチームでプレーした。チームメイトには、サンティアゴ・ベルナベウ、レネ・ペティと、アルベルト・マチンバレーナ、エウロヒオ・アラン・グレンなどがいた。1917年のコパデルレーでは、準決勝で FC バルセロナを、決勝で、アスレティック・ビルバオを破って優勝した。テウス在籍時のマドリード FC は、リーガー・エスパニョーラ創設以前のスペインにおいて、コパデルレーで1回。 地域リーグで6回優勝した。テウスとアルカンタラはコパデルレー準決勝で2度対戦している。1度目の対戦には1から2で敗れたが、2度目の対戦には4から2で勝利した。テウスにとって最終シーズンとなった1918年のコパデルレーでは決勝でレアルーニオンに敗れて準優勝となった。この試合の数日後に深刻な負傷に見舞われ。 現役引退を余儀なくされた。選手生活からの引退後には、スポーツジャーナリストとなった。1920年に、ベルギーで開催された、アントワープオリンピックは、エルインパルシアル氏の記者として観戦している。1943年6月6日に行われた、コパデル・ヘネラリッシモも準決勝では、FC バルセロナとレアル・マドリードの対戦が実現し、 バルセロナでのファーストレグは FC バルセロナが3-0で勝利した。この試合後、マドリードで発刊されているジャシにおいてテウスはラスコーツスに集まったバルセロニスタは終始レアルマドリの選手に対しバセート侮辱的な言葉を投げかけた。それは明らかにスペインを代表するクラブに対する侮辱行為でもあった。あの試合の審判は 明らかにバルサよりの判定をしていたと書いた。セカンドレグ前には警察が FC バルセロナの選手に対して脅迫を行い、セカンドレグはレアルマドリードが11から1で勝利した。この試合後にテウスはジャシにレアルマドリの歴史上における最大にして最も偉大な勝利であったと書いた。フランコ体制下のスペインの1941年から1942年には、 スペイン代表監督を務め、6試合を指揮して3勝2分1敗の成績を残した。1958年10月8日、ビルバオのエスタディオサン・マメスの記者席で試合を観戦中に心臓発作を起こして死去した。テウスと同じ年に生まれたアルカンタラフィリピンは300年以上もスペインの植民地であり、アメリカの植民地となってバスケットボールにその地位を譲る前は、 サッカーが最も人気のあるスポーツだった。パウリノ・アルカンタラは、スペイン領東インドの色々に生まれ、1912年から1927年まで、スペインの FC バルセロナでプレーした。攻撃的選手だったアルカンタラは、フィリピンのスポーツ史上最高の選手とみなされている。テウスとアルカンタラ以外にも、何人かのフィリピン人選手が、リーガ・エスパニョーラでプレーしている。 レアル・マドリードに所属したフィリピン人選手には、テウス、カイモの二人がおり、FC バルセロナに所属したフィリピン人選手には、アルカンタラ、マルエル・アメチャスーラ、フアン・ガルチ・トレーナの三人がいる。リーガ・エスパニョーラでプレーした他のフィリピン人選手には、レアル・サラゴサでプレーしたフリオ・ウリアルテ、レアル・サラゴサやアトレティコ・マドリードや、ジムナスティック・タラゴナでプレーしたグレゴリオ・アメストイ、ケレヘタ。 レアルソシエダやアトレティコ・マドリードでプレーしたマリレーニョ、マルセリーノ・ガリティアンズ、アスレティック・ビルバオでプレーしたイグナシオ・ララウリなどがいる。ありがとうございます。